どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、ということで本日もこちらミニ四駆超速グランプリやってますよ。はい、やってますか。チョロチョロ。はい、私もチョロチョロやってます。3日前ぐらいになってたね、ログイン。俺バレてるからね、はい、だから3日、うん、4日に1回やってます。チームだからね、バレてるんですよ。やって、まあ、俺もでもね、チョロチョロなのよ。なんだかんだやってるでも一応、うんうん、さあ、で、何ですか今ね、はい、来てんのよ。何がですか。俺シャイスコ、あ、ごめんね、俺の赤いシャイニング。赤シャイスコ、いやもういいよ、赤シャイスコ。ごめんね、これバレちゃうけど。赤が一番早いんだっけ。赤が一番早い。赤が一番早い。知らないけど、そこら辺は知らないけど。はい、何ですか、何か来てんですか今ね、はい、見てよ、ガシャガシャ、何ですか。はい、あら、ヴァンガードソニックとビクトリーマグナム。ビクトリーマグナム来てんだよ。まあ、これやっぱね、そう、あのソニックセイバー、マグナムセイバー、うん、やっぱこっちの方が。で、俺サイクロンマグナムよりこっちの方が好き。あ、ビクトリーの方好きなの。実際に、うん、あ、そうなんだ。来てるわけだ、これが、うん、あとちょっとギアがちょっと逆に熱いかも。あ、俺ごめん、俺ビートマグナムが一番好き。いや、いいよ、なんで。しかも豪気の方だ。いやいや、え、ビートマグナムは違うよ。豪気じゃないでしょ。嘘、豪気だよ、ビートマグナム。違う違う、あれはレイジングマックスとか そっちでしょ、豪気は。いや違う違う、レイジングマックスはまた別だった気がする。ビートマグナムって、いや、ビートマグナムはあれよ、サイクロン WGP、うん、そう、最後、最後のマグナム。一応調べてみ、ビートマグナムは最後よ。嘘、豪気だ。そうだよ、セーバー5の4代目のマシン。あ、ほんとだ。あ、ラストラスト。なるほどね、あの、うん、セーバーシリーズの、うん、あれか、最後のやつか、うん、マグナム、うん、ビートマグナム。いや、まあいいけど、そこら辺はかっこいいけど、うん、今これビクトリーマグナム来てるわけだ。はい、なるほどね。あ、いいですね。でもこれどっちもいいね、ヴァンガードソニックも。いや、そうなのよ、やっぱり欲しいよ、これ回していくわけだ。 いいっすか自分。いや、いいけど、うん、俺そんな1、あ、4300あるわ。4300石あります。はい、消えちゃうじゃん。貯めてるんですよ、僕もなんだかんだ。え、いいっすか自分。行きましょう、じゃあまずは西田くん。俺から行くか、じゃあ。はい、行きましょうよ。俺出ると思うんだよな、ビクトリーマグナム。どっちが知らない。まあさすがにビクトリー。いや、ビクトリーでしょ。なるほどね。俺はね、ゴーの方が好きだから、やっぱり。ああ、そうなんだ。うん、レッチャンの方が好き。ああ、赤い。まあ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 、でも赤ならまだ全然ある、可能性あるか。全然あるよ、うん、これ俺毎回ちゃんと見るから。あ、ちゃんと 見る派だから俺。で、ここで静か。あ、いいよ静か。さあ、あっ、あるある。まず4がね、もうあるの。星4はあるのよ。星4確定。まあピックアップ出やすいってかさ、ガチャは出やすいよね。ピックアップはね、出やすくなってるはいるよ。動画でもだいぶいいけどね。え、何、あ、待って、この時点でもうなくない。ない、あの最初ーだから。でもあのギア来たら熱いと思うよ。あ、そっか、そっか、ギアがあんのか。超速ギアも抜けた、もしかして。抜けてるような気する。あ、でもタイヤの、タイヤの後で、あれ、ギア、あれ、そうだっけ、わかんない。あれ、なんかボディしかわかんない。なんか順番変わった、アップデで。下手したらいいやつ最後になるとかあるかもしれない。なんかアップデで変わってない、これ。あの下から順にかもね。2222って来てるから。ほら、なんかこれアップデで変わったぞ多分。さあ、どうだ。今のところ2しか来てないからね、うん、あ、ローラー、あれ、あ、ローラーかい。しかもゴムつけローラーかい。で、ああ、多分これ修正、ちゃんと多分ちゃんと2しかないんだ。ちゃんと出てなかった。くそ、わー、まずい。まあ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 、大丈夫です、大丈夫です。一回だって、あと3回、2回か。あれ、見てないことにしてる。ノールック欲を出してない感じ。ノールック欲出してない。ノールックが、ああ、見てくださいよ。金剛、金剛、わー、あー、出た出た。ほら、書く、これ楽しいね。確定です。もうこれはもうブラックセイバー見えないから。あー、もうこれたまに負けるときあるからね、これで。うん、あー、ガチャでね。うん、ブラックセイバーに負けるときあるから。絶対違うじゃん、出ないから。いや、俺、そう、あー、これは完璧だ、圧倒的勝利。あっ、ゲン、おお、うわー、早い早いよ。あとね、やっぱ出るね、出るね、これ嬉しい、出るわ。いや、いいな、ストレート、おめでとうございます。あー、1個かー。ギアも、ね、ギアも欲しい。ギア来るかな。ギアも欲しい。ローラーの次かな、ギアって。こっちやからローラーじゃねえや、地空系だ。ギアも欲しい。タイヤ、あー、タイヤ、ギアの位置がわからん。タイヤとローラーの間、モーターとかの間だから。あ、じゃあもうないかな、ギア先、ギアか、うん、のような気する。タイヤの前の気がする。あー、確かにこれよりは後の気がする、うん、あ、その前の気がする。なるほど。あー、でも出しましたね。スキップしちゃいます。
あー出た、出しましたね。いやギア欲しいな、これはね。まあ、確かによく出るな。まあ、でも今他にガチャやってないね。超速ギアでしょ。うん、 3.5 対1だもんね。 3.5 対1今ね見た感じね、うん、他にまあちょっとエンペラーのやつあったけど、うん、まあそれぐらい。いや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 、こっちいいよ、うん、じゃあね。しかも一応ヴァンガードソニック出てないし。そうだね、行くでしょ。行っちゃいましょう、そこは。じゃあさあこれで3ガチャ目、3連目、30連目。赤かった。4キロっていうのは5の方が出る感じする。うん、それはね。あ、さあでもここで一発、ここで黙って、ああ言っちゃった、終わった、やっちゃった。あいつが言う、いやもうこれないのよ、だからこれ多分ない、ね、経験上ないのよ。なんかギリ勝ちだし今にないと思う。ないのよ、ないのよ。まあ、マグナムセイバー出てるから、それは俺十分だと思うよ。セイバーじゃないよ。あ、じゃあマグナムじゃないわ、ビクトリーマグナム、うん、ビクトリーマグナム。いやー超速ギア攻めて欲しかったな。まあ確かにギアは欲しいね。ギア欲しい。まあまあ、じゃあちょっと見せて、ちょっとね拾ってもらおうかな、無事に。やらせてください私に。まあ43あるんで僕、うん、とりあえず30連。はい、いや40連いけんのか。そうだよ、40連、ね、出ないわけなくない。出しときたいね、とりあえずは。絶対出んじゃん。さあまずは、じゃあこれ出なかったらやばいよ。なんでそこでフラグを立てるの、悪フラグ。いきますよ、まずは、うん、まず一発目で1個出します、うん、まずヴァンガードソニック、ビクトリーマグナム、もしくは超速ギアのどれかを出す。どれか出します、とりあえずね。出ないとまずいね。そう、あーまあまあいい青、うん、これいい青よ、うん、プラチナの青、うん、プラチナムの青。いやいやいや、ガンって上がるから、ここで、ここら辺で、これまず言うでしょ、まあ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 、まあ、はい、ジャイアンじゃないやって言うでしょ。でここで何も言わない、ここで急に、あ、一回冷めるんですよ。あ、これは一回冷めて、はい来た、あー来た、さすがにね。まあ4、1個はね、さすがに欲しいですね。これも頭金来たら激アチよ。激アチですよ、まずは、うん、まず激アチ欲しい。ヴァンガードソニックから出んじゃない、だから、あい、あ、ありだね、ありだね。あ、びっくりした、びっくりした。 OK 行くよ。全然いいじゃん。さあ、OK で来い。あー、いや、まだセーフ、セーフ、セーフ。ボディめちゃくちゃ持ってんだよ、俺。行きます、行きますよ。ここで金来たらどっちが来るよ。セーフ、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 セーフ。本当か。いや、セーフ、セーフ、全然フルカール最後だから。せーの、頼むよ。セーフ、セーフ。何個くんのボディ。スコーチャー来たわ。スコーチャー知らねえよ、もうセーフ。ここまで来たら、いや絶対来るでしょ。なんだおい。あ、ちょっといい、ちょっといいしちょっといいけど違うって。もういいから出て、うん、あー、うん、全然関係ないの。プロ全く知らないやつ来る。全く知らない。全く知らない、何か来る。違ってすらいないやつ来る。え、シャーシも来ちゃった。だからボディはもうない。なんだろう。いや、でも何なのかわからん。ここまで来たら。なんかよくわかんない、なんか変なの出ると思います。なんでよくわかんない変なの。ステッカーとか。ネジとか。あ、うわー。ああ、まあ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 。レストンスポンジ。大大。大大見たことないな、俺。もうないんじゃない金は。うわー。マジか、終わりかな。マジかよ。やってんな。まあでも偽役も最初はこうだった。まあまあまあ、まあ、そうそうそう、一発目これだった。あと30秒あるのか。そうですよ、うん、で僕はあのね、ジンクス一回ガシャのために戻る。あ、なるほどね。これやっとかないといけない。いきますよ、うん、もうじゃあ次でボディを出します。それじゃあ、はい、ボディ出してからギア。あ、出た、ノルク。ノールックガシャ始まってんじゃん。出た。あー、いいや、俺のやつが。あー、いいや。まあ5だから、うん、もう勝ちです、ね、5なら。なるほどね、うん、いやまあでもなんか5の方がなんか出る感じ、出る感じする。なんもないやつ。あ、もう絶対これもうここで、あ、ここ、あ、これはね来るよ。溜めてるからこれ、うん、あー、ギャギャギャ、なんもないの。逆に熱い説あるから。なるほどね、うん、この段階踏むと金で止まるの、うん、そうそうそう。なるほど、虹までいけるこれ出るでしょ。これ出る感じするわ。さすがに出てほしいね、一旦出てほしい。まあもういいです。まあまあまあ、ここへんの90にね。ここで多分金出るんじゃない。はい、ここで金出て、どうしよう。あー、ヴァンガード、ヴァンガードソニックだ。俺あのトルクチューンだからさ、俺も最初に出たモーターが、うん、やっぱこのヴァンガードだって。もう一回金出るんじゃない、これ。ここで金出るわけないだろ、そんな。あ、来なかった、うん、ちゃんと行きますか。よし、わかんない、でもギア来てる。あ、ギア来てる。わー、ギア出てるよこいつ。ギアよかった。あー、しゃーしゃーしゃーし、いやー、ね、出てんじゃん、超速ギア。もういいかも。
あでもマグナム欲しいな。いやそんな思い入れないなら。そうでもね、どっちかというと俺だからバンガンソニックのが好きだから。うん、でも超じゃあでも、ね、じゃあいいかも。でも超速ギアなのよ。何が？ストレートのやつなのよ。いや超速ギアは別にコーナーでも何でも使えるよ。あ本当に、うん？そこら辺は別にこだわんない。まあでも一応あれか、俺レッドなんちゃらも出てるしな。うん、レッドなんちゃら。いやこれはじゃあ次にためでもいいような気はする。うん、あと200あればもう3連いける感じ、ね。30連。あれ星42個回せんじゃん。あら。なんだ。回します？いや回しとけば。これで今のね。うん。あれってこれあれか。あ、多分あれ関係ないんじゃない？今の他のピックアップは関係ない。あ、関係ない関係ない。あれは入ってないよ。バンガードとか入ってない。うんうんうん。回しときね。ビークスパイダーいいな。ビークスパイダー。じゃあ行きましょうか。せっかくの。まあこれはもうあと20連するはずだったところ。うん、あれちゃったから。常設されてるさ、うん、ビークスパイダーとかそのうちやってるやつ勝手に出るから。あ、そうだね。うん。それは別に狙い目じゃない。あれよ。ナローワンウェイタイヤみたいな。はいはいはい。確かに。青い。絶対ピックアップされないけど、そうそうそう、強えやつね。あれ、俺持ってねえんだよな。なるほどね。必須だと思うんだけど。確かにタイヤ俺足りないんだよ、俺も。タイヤ少ねえ。青いさ、中にネジ、わかるわかる。ギア入ってるやつ。ぐるぐる回るやつね。あ、タイヤだ。あ、ライトウェイト。まあ、リア悪くない。まあまあいいじゃん。台形か、台形結構持ってるじゃん。あともう一回回しましょう。まあ、これはだから、いいパーツもらえますかいだよ。うん。ただ、この出しちゃう。飛ばしてもいいよ。これなんか思わせる。まあまあまあ少し。うん、で、あなんか今ニオファイターが流した。おーあー、小径会。いいじゃんいいじゃん。さっきの台形だったの。まあまあまあいい。まあとりあえずタイヤは充実しました。グランでフォームに戻って。はい。まあまあガチャこんな感じだったよね。なるほどね。はい。うん、そう。でチームチーム。あチーム。西山のチーム。何ですか。なんかね、うん、変わってんの。あれチームフォームが新しくなったよ。うん、終わり。あ、シャワシちゃんは可愛い。新しく追加された機能もあるからこれが紹介するね。うん、あ、なるほどね。チームコースを作って、あ、なるほど。チーム内での格付けできるんだ。そう。で、俺今自分の作ったコースさ、あんの？やってるからちょっと一回走らせてよ。見てみるか。ちょっと待って。はい。タイムアタックでいいのかな？うん。はい、このタイムアタック、まただよもうこれ。何で？このいや前お前が作ったやつな、うん。このぐちゃぐちゃのやつ。ここどうだろう。いけるかな今。多分ね、今の俺ね、あ、でもパワー寄りかな、確か。マシンセッティングしていいんじゃん。いや、トルクなんで、うん、これ多分ここレブだとぶっ飛ぶでしょ。あー、いや、レブでもね、あのね、うん、今回の超速グランプリやってれば分かるんだけど、うんうん、なんかこのゲーム、うん、ジャンプすんじゃん、うん、ジャンプした瞬間にカーブに入るとうんっていくのよ。あ、だからカーブにブーストが入る。ブーストっていうか、飛ばない。ああ、そこでバイーンってなんないの？なんない。なんかね、ちゃんとそれ実際ミニ四駆にあるなんかそのテクニックらしい。すごいね、そういう。で、手前で落ちるとバウンドして跳ねちゃうんだけど、うんうん、こう、ちょっとじゃあ言いたいこと。じゃあレブにしてみようかな、一応。多分レブでもぶっ飛ばないと思うよ。いつも。これぐらいのスピードだったら。私のレブでいい。フル改造でだってスピード3000超えるもん。俺のレブ3000超えてるもん。なるほどね。うん。あれ？なんでこっちも速い？改造してるからじゃん。ああ、こっちの方が改造してる。うん。じゃあこれでいきますか。まあ、これ全然飛ばないと思う。もうここまで。さあ、じゃあ行きましょう。さあ、タイムアタック。ミスターコース。31秒が。早いな、こいつ。最高。誰だ？ね。で、あ、一平？うん。あれ、一平より早いわ。わかんない。誰だ、こいつ。チーム内の。ね。じゃあ行きます。じゃあ、私の。フージエンペラー。もうフージエンペラーって名前で俺、これからヴァンガードソニック乗せるからな。いよいよレースが始まります。全然セッティングも大してせずまあ出たやつでね、セッティングせず。とりあえずどんぐらいいけるのか。なんか書いてある。レーシングミニそう、書いてある。さあこれまず、あー本当、あーでもね、パワーが足んねえかも。いや、もうスピードだと思うな。まあ完全にスピード、うん、モーターのスピードが全然こんなんじゃ飛ばないわ、このスピードだったら。あ、全然いける、うん、もっとガーンっていってる。うん、あー本当だ。これここね、うんってなんかミニ四駆に悪そうだな、このコース。すぐダメになる。止まんじゃない、これ。富士の富士のミニ四駆、ねね、途中で止まんじゃないのこれ。一応自分でてかトルク乗せたら解決したんだけど、途中でもうなんか電池切れてないみたいな動きするときあるたまに。31秒でしょ、全然じゃん。もうゴールしてる。ああああああ
そう。全然飛ばない。ここで大体飛ぶんだけど、早く。なるほどね。あ、いたいたいた。53秒ですよ。ビリじゃない？チーム内で。嘘。チーム公開しとけ。公開。見てくれ。俺の記録を。どう、見れるのかな？チーム内ランキング。あると思う。あ、出た。10位。あ、でも10位。俺もまだちゃんとセッティングしてやってないから。あ、いや、早いわ、31秒は。神木隆之介の巨大マックスマグナムが神木隆之介の巨大マックスマグナムがね1位ですね。いやこれ結構ね、33秒台出してるのすごいと思うわ。すごいね。だから30秒台がまず、うん、俺確かちゃんとセッティングして自分の高性リットの方でこれやって32秒台だったか、はい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 、31秒出るのすげえな。いやすごいわこれは。ここの詳細でね、ほらマシン情報が見てる。マシン情報、うん、あ、マグナム、あ、もう当ててるし、もう6星、うん、めちゃくちゃ改造してる。やっぱでもこの3つ強そうだね、うん、レブ、超速、あ、これ超速じゃないか、それは、カウンター、え、それも、あ、見れない、これでカウンターギアじゃん、それ超速ギアだっけ、名前、うん、あ、スーパーカウンターギア、スーパーカウンターギア、うん、スーパーワンシャーシー、あ、シャーシーとかも買いたいな、俺これ持ってないのよ、ナローワンウェイ、ナローワンウェイフロントね、うん、はいはい、ナローワンウェイね、あ、ほんとだ、どっちもフロントだ、別に。これがやっぱ強いんだ。うん、このフロントを2つ、はいはいはい、小径のフロントを2つ使うと、そのコーナーのあれが出やすいらしい。あ、いろいろ調べたら、ちょっと上見て。なるほど。で、スーパーワンシャーシが、はい、それがなんだって、なりやすいんだって、そのおうおうおう、ジャンプしてちょうどそのカーブに入るとゼインゼイン、バウンドしないで弾みづらいっていうのが作れる。いいなぁ、俺持ってないんだよなぁ。スタビステー、ハイマウント、フロントステー、あ、ステーつけてるんだ。やっぱ、うん、ぶっ飛ばないようにしてるね、うん、あ、なるほどね。あ、このセッティングがいいね。あらら、なるほど。あ、でもはいはい、真鍮ピニオンギア、うん、これなんかすげえな。めちゃくちゃ考えてんだもんね、まあまあ、めちゃくちゃ考えてる、うん、すごいわ、巨大マックスマグナムね、巨大マックスマグナムね、神木隆之介神木隆之介くんの回、しかもなんだよこいつちゃんとしたのに登録しろよ弾丸みたいなの登録してる、何もついてない、なるほどね、うん、いやすごいわ、腕前46、46単位の高いだ、俺今まだ40手前だもん、あ、本当に、うん、あ、そうなったらね、やってる人は50ぐらいいってるらしいけどね。37、うん、本当だ。なるほどね。いや、これはまだまだ先長いわ。これできたの嬉しいね。これ面白いのよ、みんなでできるから。やりやすいわ。チーム内で。これなんかさ、うん、この、なんだっけ、超速グランプリとかってさ。一応 BBS でなんか書き込んどけ。なんでね。ああ、BBS、なるほどね、はい。電話番号とか書くな。なんでね。書かないと。ちゃんと俺見てる、ウェブで、ほら、よろしくお願いしますとか。本当だ。言ってんだぞ、俺。あ、本当だ、ちゃんとチーム。やってる、コースアウトしてもだってちゃんと言ってるね、いろいろ、うん、書いてもらう、で、なんて書く、僕は53秒でした僕の記録抜いてみてください抜けるかな、はい、もう、だって10位だって言ったけど多分10人しかやってないでしょ多分これボットだと思われる確かに CPU、NPC がなんか勝手に入ってきたみたいになってるけどまあこういうのもできるようになったと、うん、あ、これ嬉しいね、確かにチーム戦ができるのは。ちなみにこのコース作るのすげえ金かかるからな。あ、そうなんだ。あ、やっぱそのパーツごとにかかるんだ、金が。そうそうこのストレート1個200円ぐらいするからやだな、めちゃくちゃやだな、それ投資できればいいよね、チームに。あ、チームで ね、なんかそれできればいいけど、ね、チームで勝手に使うとことか決めて、うん、あ、でもなんかそういう前向きアップで多いですね、うん、このゲーム面白い、うんうんうん、これからも長く遊べそうな、うん、こちらのミニ四駆ちょっとグランプリ、ぜひと皆さんも遊んでみてください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。チャンネル登録お願いします。